大相撲春場所初日の舞台エリオン・アリーナ大阪において相撲界は熱狂と驚きに包まれました横綱・昭の藤が自身9度目の優勝を果たした前場所の優勝者として臨んだ初日しかし小結・錦木に敗れ痛恨の黒星を喫しましたこれに加え大関・霧島と豊昇龍も敗れ まさかの1横綱二大関が土をつける波乱のスタートとなりました今場所は琴ノの若の大関昇進とともに21年名古屋場所以来の1横綱4大関時代が幕を開けました序盤から上位力士が充実している中注目の昭の富士が返り小結錦木に気敗をなめさせられました結びの1番での対決では昭の富士が力なく寄り切られ 停滞黒星発進となりました新大関として名乗りを上げた琴ノ若は、平幕、熱海富士をはたき込みで撃破し、白星発進。前場所を途中休場した大関、貴景賞は、前頭筆頭の難敵、長をはたき込んで見事な復帰を果たしました。一方で、残る大関勢では豊昇龍が前頭筆頭の技師、 浦に肩透かしで敗れ霧島も小結おもね炎に気配をなめさせられました初日にして4大関のうち2人に土がつくという波乱の展開になりましたまた初土俵からわずか9場所で新入幕を果たした美琴富士も再入幕の大奄美を相手に白星発進を果たしました史上最速隊の快挙に期待が寄せられています大相撲春場所初日の結果は 予想を超える波乱となりましたアキラの富士を含む一横綱二大関の黒星に相撲ファンは驚くと興奮を隠せません今後の取り組みでどんな展開が待っているのか期待が膨らむばかりです大相撲ファンはこの大波乱の初日から予測不能な場所になることを心待ちにしていることでしょう